ホテルの奪還を命じた。民間人の避難じゃないぞ。誰が作戦を変更した？時間があると思いました。お前に指揮を命じてはいない、ターナーだ。指揮を異常したのか？いいえ、私が命令しました。私にも責任が。最も信頼を置くお前たち二人が命令に従えないとはどういうことだ。この戦争最大の作戦が控えているんだぞ。これはライン側へ向かう最終進行の急先鋒になる。車両部隊の通過に備え、広大な森を掃討せねばならないんだ。失敗は一切認めんぞ。その反抗的なケツを上げて取りかかれ。3週間が過ぎた。俺たちは車両部隊の安全のためヒュルトゲンの森を確保している。今まで君の手紙を開けなかった自分に呆れているよ。振られても俺がついてるぜ。俺は忠告したぞ。大学で黙ってろよ。子供ができた。おい、お前やったな。すげえな、ダニエルズが親父かよ。彼女は言おうとしていたが俺に覚悟がなくて。そうか、またコーヒー飲んでくれ。お前らも一緒に行こうぜ。別に飲みたくない。いいから来い。もう妊娠して5ヶ月。うまく言えないけど時々希望を感じるの。黙っててごめんなさい。でもあなたは言ってしまったから。全員集合しろ。ダニエルズはどこだ？デイビスが話してる。来いよ。うん、わかった。ヒュルトゲンは暗く人を寄せつけない。任務は493高地のダッシュだ。高地を制した者が谷も支配する。脆弱な者にこの任務は不可能だ。だが我々は常に先駆けとなってきた。第一次大戦では真っ先にドイツを食い止め、真っ先に反撃の狼煙を上げ、真っ先にライン川を越えた。止められる者はいない。過去にも先にも。注意、師団のモットーを。いかなる任務にも犠牲をいたわず任務優先。聞こえんぞ。いかなる任務にも犠牲をいたわず任務優先。そうだ、さあ出撃に備えろ。任務優先？またミキサーに放り込まれるぞ。神のご加護を。出発は5分後だ。おいダニエルズ、ウィリスに飯を渡してくれないか。あいつは望遠線を見張ってる。わかった。助かるよ、あいつは谷を見張ってる。やつらも知られるかすいません。違う女と遊べる。おい、大丈夫だ。補給線が伸びきってます。おはよう。おはよう。シェフから差し入れだ。極上品か？すまないな。状況は？自分で見てみろ。砲撃が止まないな。いや、見やしない。お前たちは今日戦うらしいな。ああ、そうだ。幸運を祈る。ありがとう。第一小隊、出発するぞ。俺に続け。よし、目標は丘の上のキャノン砲の排除。それを受けての森の制圧だ。第一段階は川で第二小隊と合流。その後移動する。予想される抵抗は？かなり激しくなる。橋は取ったり取られたりだしな。橋の確保を援護するぞ。あれだ、デイビスが史上最大の戦車隊を編成したぞ。あれで敵がおじけつかないならどうしようもない。ライン側へはまだ遠いな。だからこそ俺たちがキャノン砲を破壊するんだ。油断するな。ここは死の森だ。なあザスマン、寒さは古傷に響くのか？
だって俺のばあちゃんは腰をやって以来冬になるたび。ばあちゃんに聞きゃいいだろ。確かにそうだな。ったくただでさえ寒いのに。ばあちゃんに温めてもらうか。見たくない絵だ。全員集合だ。マックス、そっちの状況は。クソ野郎どもにやられっぱなしだ。いつまた襲撃されてもおかしくない。よし、第一小隊、あいつらを援護するぞ。行け、前線をダッシュしろ。防衛線を敷くんだ。地雷とマシンガンを準備しろ。バークレー、クーパー、端まで進み、動きがあれば合図を送れ。守りを強化する必要がある。地雷を仕掛けろ。さあ、493高地のキャノン砲を攻撃するはずでは。防衛線を守らねばならない。足を確保しない。集合地点に進む。この穴を見る限り楽はできなさそうだ。楽したいならなぜここにいる。奴らの竜の牙を見たか。俺たちの戦車が通れないわけだ。俺もそう思う。ドイツ兵が霧を抜けてくる。身を隠せ。防衛態勢、戦線を維持しろ。射撃態勢、攻撃、撃て。敵は煙に紛れてる。弾をください。さあ来るぞ。俺がついてるぞ。撃て。親衛隊だ。撤退するぞ。西の共闘砲へ後退する。動けない。お前は良くなる。ロケットランチャーだ。いいぞ、ハンターを殺せ。ダイソンとダニエル、こいつを撃ち込むんだ。ドイツの兵器を拾ったぞ。あの戦車にお見舞いしてやれ。ハンターを倒した。ダニエルズ、第一小隊集合しろ。ダニエルズ、戻ってこい。二チームに分かれるぞ。ピアソンは橋を越え、高地へ向かえ。俺は分隊と共にお前を援護する。
493高地の麓で集合だ。あざでな。ああ、気をつけていけよ。お前もな。グレネードとスモークだ。うまくいけばいいが、敵がこの川を渡れば任務は水の泡だ。だからピアソンを守るぞ。集合地点までどのくらいですか？493高地の麓までもうすぐだ。川に沿っていく。見つかるな。排除には武器が不十分だ。奴らの側面にもある。絶対に見つかるな。正面にパトロール。グレネードを食らえ！撃て！あの崖だ！待て、レッド。お前は誰より優秀なんだ。まだ戦えるはずだろ。諦めるな。今も、これからも。ポール、すぐにドイツ軍が来る。立ち上がってお前の力を見せてみろ。でも、できなかったら。できるさ、レッド。ヘイゼルと子供が待ってるぞ。さあ、立て。やってみる。その息だ。お前は諦めはしない。俺の自慢の弟なんだ。ポール、ポール。また言えたな、レッド。ブリックス、くそ。集合地点を探そう。ひどいな。うわ、くそ。
くれ。頼む。そんな。ただ死んだと思ったぞ、ダニエルズ。まだ生きてます。作戦は川を探し、集合地点にたどり着き、仲間を支援する。いつでも行けます。扉を開けろ、俺が援護する。これじゃ守りには使えませんね。敵も放棄したんだろう。戻ってくるんじゃ。来ないことを願おう。仲間の姿は見えるか。いいえ、集合地点にいるといいんだが。おい、水の音だ。川は近いぞ。砲撃にやられてないといいんですが。大丈夫だ、心配するな。川があった。これに沿って集合地点に向かう。そしてキャノン砲を叩く。スナイパー、バンカーにいるぞ。炙り出してやる。行く、構えろ。頭を下げろ。誰か助けてくれ。仲間をやりやがった。側面を信じろ。たどり着けないか。歩けない。頼む、助けてくれ。俺たちに任せろ。じっとしてろ、俺たちがやる。もっと急ぐぞ。頼む、助けてくれ。助けて。くそ、空っぽだ。ここを通って奴を出し抜くぞ。動けない。俺の音になる。奴を追い出せ。俺が援護する。敵は一人じゃない。倒したぞ。よくやった、ダニエルズ。行くぞ。
ついてこい。一帯を確保したが、あの兵士は助けられなかった。行くぞ。集合地点は近い。仲間もたどり着いてるといいんだが。銃声だ。仲間は近くにいるはずだ。行くぞ。標的12時方向。え？サエル、お前か。注意、奴らに足止めされてます。ダニエルズ、あいつらを援護し、辺りを掃討しろ。了解です。頭に命中。あのマシンガンを倒すぞ。ダニエルズ、上等兵、こっちだ。上等兵、前方で。後に続け。頭を下げろ。固まるなよ。セイザーさん、2階にいる。誰か手を貸してくれ。駆け足だ。行くぞ。急に方向に向け。歩兵を捉えた。移動してる。あ、くそ。予備のスモークとグレネードを持ってるぞ。早く投げろ。任せとけ。グレネードを投げる。注意、こっちだ。上等兵、今のが最後だ。よくやった、ダニエルズ。分隊、足に集まれ。この小屋を拠点とする。ピアソンが来たら集合地点に移動だ。了解です、さあ。また橋かよ。くそ、スナイパーだ。身を隠せ。奴らを撃て。グレネードを投げるぞ。グレネードを使う。出てくるぞ。
弾の補給を。火がついてるぞ。やつら引いてくぞ。追い払ったぞ。油断するな。俺たちはピアソンを待ってから集合地点に向かう。スタイルズ、ダニエルズ、こっちに来い。ピアソンが来るまでここに留まり、一緒に丘を攻める。迂回して単独行動してるかも。兵士の数が足りない。そんなの問題じゃない。今やるべきはここで待つことだ。失礼ながら、もしスタイルズの言う通りだとしたら。余計な心配はするな。嫌な予感しかしないけど。予感に頼って判断していたら、俺たちはまだ海の上だろう。確かに。カセリーヌでのピアソン隊の話を聞いたろ。また同じことの繰り返しだ。どうかな。詳しいことは知らないし。ああ、まあターナーには聞けないが、知ってる奴はいる。